マイナス20度って皆さんちょっとやばくないですか？なんかちょっと肌負担かかりそうな気がしません？パワーが高いか低いかでジェルが必要か必要かなじゃないかじゃないんですよ。ジェルは絶対必要なんですよ。パワーが低いとか関係なくて、ジェルは人生に目指すもん。こんにちは、田社長です。今回は脱毛期レビューシリーズということでジェニもやっていきたいと思います。今日もですね、皆さんと同じ目線でこのようにホームページを見ながらね、脱毛期の解説をしていきたいと思うんですけども、見落としがちな部分だったりとか、気をつけなきゃいけない部分だったりとか、対お客様に対してね、最大限いいサービスが提供できるように選ぶポイントっていうのもね、最後このように採点方式でおすすめ具合っていうのをね、皆さんに紹介していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思うんですけど、まず今回ジェニーもですね、このトップページに金額が書いてあるの素晴らしい、いいメーカーかどうかを見分けるのの一つのポイントとして、僕としてはですけど、このホームページのトップに金額が書いてある、これはもう総じて大体いい会社が多いので、出だしすごい好印象かなと思います。佐野様から、絶大な支持、ハイパーで抜ける、高速10連射式がついに登場。ジェニーも165万かっこ181万5千円ということですね。ハイパワーがね、出始めたのがですね、2020年、21年ぐらいからだと思うんですけども、昔は低出力で痛くないっていうのがね、主流だったんですけど、今はやっぱね、ハイパワーでしっかり効果を出すっていうのが主流になってますので、新しめのね、機械かなと思います。で、ワンショットが 0.1 円ということでね、これすごい安くて、僕も 0.1 円が基準なんで、素晴らしいなと思います。月額39,800円から導入可能っていうのは、多分ね、リースとかのことかなと思います。で、業界トップクラスは3500ワットのハイパワーだとね、これがやっぱりポイントかなと思います。で、冷却機能とマイナス20度、痛みを感じにくいということですね。マイナス20度もね、めちゃめちゃすごいんですけども、まあ、この辺ちょっと深掘りねしながら見ていきたいなと思います。高速連射、安全性、脱毛効果を兼ね備えたハイブリッド脱毛機とかでね、まあ、公式 LINE で資料請求とかもできるということでね、 LINE がね、使える会社さんはすごい便利ですよね。たまになんか電話もない、メールアドレスもないとかっていうところもあるので、 LINE があるだけでもすごいいいかなと思います。で、クエスチョンということでね、あのサロン名や新規会場は悩みがたくさん、こんなお悩みございませんかということでね、これ大体セールスの基本なので、大体悩みの代弁から始まりますと。で、そのお悩みジェニモが解決しますということでね、じゃあどうするのっていう部分で、ジェニモさんとしては、あの集客に特化した美容機器メーカー、業界随一の製品力と業界屈指の集客サポートをとかいうことですね、同時に手に入れられるのはジェニモだけとか言ったんですけどね、この辺のサポートはですね、他社さんも結構してるとこありますので、ジェニモだけではないんですけどね、こういう誇張がねやっぱ入りがちですよね、メーカーさんでね。業界トップクラス3500ワットということでね、大容量のコンデンサーというのを積んでて、やっぱ3000ワット以上っていうのがね、僕の中の基準なんですけど、取得としてはかなり良さそうだなと思います。ただ出力ってこのワット数だけではなくて、パルスだったりとか波長っていう部分の掛け合わせって言って、で結局フルエンスっていうものでね、最終的に判断しなきゃいけないんですけど、やっぱそもそもね、この3500ワットっていうスペックがある時点でですね、そのポテンシャルもあるということなので、いいんじゃないかなと思います。で、ハイパワー連射によって1回目の脱毛効果が抜けを実感していけますいただけますということで、ね、IPL も搭載って書いてあって、要は連射がメインで IPL が二の次みたいな感じだったんですけど、これ結構危険なパターンです。ハイパワーで連射っていうのがかなりね危ない、肌にやっぱ蓄熱させるのが連射なんですけども、ハイパワーで蓄熱させちゃったら火傷だったりとか、お客様のねトラブルにつながりやすいので、僕は基本的には IPL 推しなんですけども、連射がメインで IPL が後回しっていうのはね、僕とは考え方が違うかなっていう感じですね。で、またパワーの弱い業務や脱毛機は1回の施術で脱毛効果を感じられないため、導入後の集客困りますということでね、パワーの弱い脱毛機が効果を感じられないっていうのはもちろんそうなんですけど、集客に困るっていうのは関係ないです。まあリピートには繋がってくるか繋がってこないかって感じなんですけど、集客、新規のお客様には全く関係ない話になってくるので、口コミとかはねもちろんありますけど、ちょっと無理やりな感じはしますよね。新規のお客様を獲得しても1回目の施術で効果を感じないとリピートされるため経営が苦しくなる。これはねその通りだなと思いますね。予約が鳴りやまない人気サロンを目指すにはパワー性能は重要なポイントですってことでね、ここで1点なんですけど、ホームページはねもちろん書いてないんですけど、僕のやっぱクライアントさんで、やっぱジェニモさんとかね結構問い合わせが多いんですけども、やっぱジェニモ使ってるけど集客に困ってるっていうサロンはめちゃめちゃあります。ジェニモさんは今集客をねすごくメインで売りにしてるんですけども、その辺はちょっとね言ってることと実際がちょっと差異がある部分じゃないかなと思うんで、こういうところはねやっぱりホームページには出てこない部分なんで、皆さんもね気をつけていただければなと思います。業界最安値のワンショット 0.1 円というのでね、これはねすごく素晴らしいと思います。ただ全身の施術コスト200円って書いてあるんですけど、これ多分2000発しか売ってないじゃないですか。全身2000発じゃ足りないです、基本的には最低でも3000、4000とか
か、やっぱ上級者の人だと5000、6000とかね、打つので、ちょっと安く見せてるなって印象はあります。で、ラツモさんの経緯においてラインコストは重要なポイントですってことね。これ本当に大事で、ワンショットが 0.1 円か 0.2 円かで倍違うじゃないですか。これかなりね、重要なことなんで、他のラツモ機もそうなんですけど、ラインコストは絶対皆さんチェックしていただければと思います。で、このようにね、こう、グラフで示してくれてるんですけど、これね、わかりやすくていいですよね。ただやっぱね、誇張されてる部分もたくさんありますので、ここ見るとですね、マシンの保証期間1年ということでね、業界的にはやっぱ2年、僕としては基準としては2年は絶対欲しいので、保証期間1年っていうのはちょっと短いんじゃないかなと、ちょっと心配ですよね。ここがちょっとねマイナスポイントかなと思います。月々29,800円からレンタルということでね、卓上型が29,800円で、タワー型がですね39,800円と、これにプラスデーなのでちょっと高くなりそうですね。総じてやっぱレンタルって基本的には中古品を回してたりとかするので、物も新品じゃないパターンがほぼですし、割高になるケースが多いので、目先としてはレンタルってなんか始めやすくていいなと思うと思うんですけど、基本的には中長期的に見てレンタルはおすすめじゃないので、この辺も気をつけていただければなと思います。で、メンズの濃いヒゲにもしっかりアプローチ、ハイパワーだったらメンズの濃いヒゲね、かなりいいかなと思います。出力は大事なポイントって、メンズのヒゲに抜けるか抜けないかなんですよ。だから出力が弱いとやっぱメンズのヒゲが抜けづらいっていう部分で、あのビジネスとしては大ダメージになる可能性が高いので、高出力はねすごく素晴らしいなと思います。抜けを実感できるだけなく、マイナス20の冷却によって痛みを極限まで抑えと。で、この冷却もいつも大事って言ってるんですけど、ハイパワーだと痛いんですよ。ただ冷却がしっかりしてたら痛みが軽減できるんで、このバランスがすごく大事。ただマイナス20度っていうのは肌に負担がかかりすぎる可能性があるのと、それを維持できるかどうかっていう2点の問題があるので、数字が高ければいいってもんじゃないですもんね。大事なのは維持できるかどうかっていう部分です。マイナス20度って皆さんイメージしてもらえれば分かると思うんですけど、ちょっとやばくないですか。しっかりこう肌に当てて照射するじゃないですか。マイナス20度肌に当てたらなんかちょっと肌負担かかりそうな気がしません？多分ね、ちょっと冷やしすぎも良くないと思うんですよね。で、8つのモード搭載ということでね、フェイシャルとかもできるということで、一番抜きにくいメンズのヒゲ、キッズの細い毛、日焼け、敏感肌、あらゆる毛質肌質に対応しておりますことなんですけど、日焼け肌は昔はダメって言われたんですけど、今はね、できるパターンもあります。ただできるって言っちゃうとちょっとね、あの語弊があるので、こういう書き方もね、もうちょっと補助的な言葉が入ってたらいいかなと思うんですけども、確かに言ってることはその通りかなと思います。で、フェイシャル機能もあるということなんですけど、昔の脱毛機って脱毛っていう機能しかなかったんですよ。でも今はフェイシャルとかあるので、本当に1台3役、4役って当たり前なので、僕としては IPL、SHR、フェイシャルのモード、この3つは絶対金揃えた方がいいと思うんで、ここもね、ポイントとして覚えていただければと思います。はい、ランプ交換5万円の、50万パス保証ということで、これめちゃめちゃ安いです。タンクピースも10万円ということで、多分これほぼほぼ原価に近いんじゃないかなと思います。20万、30万とかって会社もあるんで、このランプ交換、ハンドピースの交換費用っていうのは、ボディーブローのように後からどんどん効いてくるので、ここ安いに越したことないんで、めちゃめちゃ素晴らしいと思います。西取りのハンドピースで、タッチパネルも見やすいですよと、IPA と SHR 両方ありますよと、低パワー時はジェルが不要ということで出ましたね。パワーが高いか低いかで、ジェルが必要か必要かなじゃないかじゃないんですよ。ジェルは絶対必要なんですよ。なんでかって言ったら、パワーが低いとか関係なくて、ジェルは滑りを良くして効果あったりとか、肌を保湿してくれて効果を最大限にアップさせる効果あったりとか、冷却だったりとかって効果があるので、パワーが低かろうが高かろうが絶対にジェルは必要なので、こういうのにね、皆さんは気をつけていただければと思います。ジェルは絶対必要です、覚えておいてください。はい、で最後ね、スペックですね。ハルサーバーがね、 1から20ミリセック、波長が640から950、冷却がペルチェスト、水冷式、フレ式と、ランプ効果、ハンドピース効果も安いですね。めちゃめちゃスペックはいいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回ね、ジェニモさんレビューということなんですけども、ちょっとね、わかんない部分とかは全部電話で問い合わせさせていただきました。はい、まず価格ですね、こちら。税込み価格が181万ということでね、僕の基準では200万以下なんで、かなりコスパいいんじゃない、ここ20点とさせていただきたいと思います。出力 3500W ということで、実際のね、フレンスとかわかんないともちろんわかんないんですけど、3500W のあと大容量のコンデンサーが入っているところは素晴らしいなと思いますので、ここも20点とさせていただきたいと思います。で、維持費に関してはワンショットが 0.1 円ですね。50万発保証もラック効果5万円ということで、業界トップクラスに、ね、安いんじゃないかなと思います。ここも20点とさせていただきたいと思います。肝心の冷却なんですけど、マイナス20度まで冷えるっていうことで、皆さんね、あ、いいんじゃないかなって思ったと思うんですけど、ちょっと問い合わせしたところ、コンプレッサーっていう冷却装置が搭載されてないっていうのと、水冷タンクが 3.9 リッターしか入らないということで、このタンクの容量ってめちゃくちゃ大事なんですよ。多いところだったらやっぱ6リッターとか
8リッターとかあるんですけど、このタンクが小さければ小さいほど冷却を維持できないんですね。一瞬マイナス20度まで冷えるかもしれないんですけど、全身脱毛を1人、2人、3人ってやるとどん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 ね、冷却能力が落ちていく可能性があるので、これは他の他社さんもそうなんですけど、冷却がめちゃくちゃ高ければいいってもんじゃないんで、この冷却部分に関してはちょっともったいないなと、物足りないなと、ちょっと不安な部分で、高出力だからこそこの冷却がしっかり担保できないとお客様へのトラブルになる可能性もあるので、ここをちょっと10点とさせていただきたいと思います。ということで、最後ですね、風車の評価としてここは10点とさせていただいて、合計80点とさせていただきたいと思います。気になったのがですね、仮にも高い脱毛器を販売してるにかかわらずですね、まず固定電話がちょっとないのと、オフィスって書いてあるんですけど、サロンさんなのか分かんないですけど、個人の携帯みたいな感じのところで、ちょっと実態がよく分かんないなっていうところがありました。ホームページの制作とかっていうのもね、代行してくれるみたいなんですけど、そもそもジニモさんのホームページが詳しい方から見たらお粗末な感じに見えるかなと、物足りないなっていう印象なので、これでじゃあ何十万かけてホームページ作成依頼するっていうのもちょっとどうなのかなと、ここもちょっとね、心配なとこかなと思います。スペックはめちゃくちゃいいんですけど、要所要所で全身のコストが安く見せてたりとか、 SHR の連射を押してたりとかですね、一番大事なサポートの部分に関わってくるバックオフィスの部分っていうのにちょっと不安を感じたので、僕のおすすめ具合はスペックだけで見たら80点とさせていただいてるんですけど、買った後ちょっと心配ですね。で、実際僕の方にもジニモさん使ってるサロンさんで集客困ってるとか、いろんななんかこういうトラブルがありましたっていうことをね、よく耳にするので、その辺も含めて僕だったらあんまりこうおすすめしづらいかなと、対お客様に対しては悪くなさそうな感じはするんですけどね。冷却以外はサロンさんってね、これから開業する方も多いと思うんですけど、ちょっと心配な部分、サポートの部分とか大事な部分になってくるんで、保証も1年しかないっていうところでね、ここにちょっと不安があるかなっていう印象でした。僕のチャンネルですね、もう40期以上ですね、脱毛器のレビューを上げているのと、これからもまだね、上げていくので、ぜひね、今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもよろしくお願いいたします。これからも動画たくさん上げていくんですが、もうね、カジャチョにいろいろ聞きたいと、脱毛器選びだったりとか、脱毛サロンの開業の仕方が分かんないとかね、買い替えたいけどどうしようとかね、新規ビジネスちょっといろいろ考えてるんだっていう方はですね、もう動画待たずにね、概要欄の公式 LINE からお問い合わせいただければ、全部ね、個別で僕が対応させていただきますので、ぜひね、概要欄の公式 LINE からお気軽にお問い合わせいただければと思います。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。タイトルにもある通り、脱毛の勉強は今すぐやめてください。まずは集客の勉強をしましょうということです。あなたでも簡単にやれる方法があります。認知を取り、ブランド力を高めるマーケティングをするためにはどうすればいいのか、それはズバリ